皆さんこんにちは、かなかなです。毎日暑くなってきましたね。熱中症対策十分に気をつけてくださいね。さて、オクターブ奏法の基礎のコツを第1回第2回のレッスンでお伝えしてきましたが、いよいよ今回は実際にオクターブ連打の難しい曲、ご質問が一番多かったショパンの英雄ポロネーズを使ってレッスンしたいと思います。この曲に加えて後半の最後にはショパンのバラード1番の右手に出てきますオクターブの連打のコツもお伝えしたいと思います。準備はいいですか？それではレッスンスタート。こんな質問をいただきました。かなかなさんの分かりやすい手首の力の抜き方のコツ、動画を見ながら毎日練習しています。1音ずつは力が抜けますが、英雄ポロネーズの左手の連打がうまくできません。1音ずつ手首を上に上げていると速度も遅くなりますし、どうしたらいいか分かりません。何かコツはありますか？分かります。英雄ポロネーズ弾きたいけれど、この左手の連打で絶望しますよね。でも大丈夫、上達につながる秘密の練習をお伝えします。英雄ポロネーズの85小節目からのこの左手の難しいパート、ここはいかに脱力できるかが大切なのです。そして初めは脱力できていても、このミレドシの回数が多すぎて力がだんだん入ってくるんですよね。こんな感じ。わかりますよ。3回だけなら弾けるのに、続けてすると力が入ってきて弾けなくなるんですという方も多いんではないでしょうか。ではまずはご自分のフォームを確認してみましょう。手首に力が入らず素早く移動できて、ベストなフォーム、指番号を研究していきたいと思います。まずはミとレのシャープだけで研究します。はじめはゆっくりからどんどん速度を上げていきます。感じです。このミとレのシャープが力が入らないように弾けるようになれば、3つの音で研究します。これも速度を上げていきます。こんな感じです。続いては4つの音で研究します。速度を上げていきます。こんな感じです。私のように手が小さい方は1と4すべてこの指で動いてもいいですし、また1の指と5の指を使って弾いてもいいと思います。もう一つは、最初のミは1と5、次のレーシャープは1と4、次のドーシャープは1と4、最後のシーは1と5、黒鍵を1と4で弾いて、白鍵を1と5で弾きます。これがやりやすい方はこの指番号を選んでもいいと思います。ご自分に合った指番号を研究してみてください。弾きやすい指番号探せましたか？では続いてはこのミレドシ、
を連続して練習していきたいと思います。まずは1回。続いて2回。続いて3回。このあたりで手が痛くなってきた方も多いんじゃないでしょうか。数を増やして弾いた時に力が入って止まってしまうところが来れば、ご自分の指の形、手首の使い方、じっくり見ながらどこに力が入っているか研究してみましょう。ほとんどの方が手が痛くなってきた時、この手首に力が入っている方が多いんです。ここです。練習する時に右手で手首を持って力が入っていないか確認しながら練習するのも一つの方法ですよ。こんな感じです。続いて上達への近道、アイデア練習をしたいと思います。アイデア練習とは、楽譜に書いてあるものより少し難しい動きやリズムをわざと取り入れる練習法。私が生み出した言葉ですので初耳だと思います。難しくて行き詰まった時も、もう無理と諦めず、自分でアイデアを膨らませて練習を楽しむのです。この曲で言えばこんな感じに練習します。パターン1、楽譜にはこう書いてありますが、まずレの音を抜いて練習します。続いてはドの音を抜きます。続いてはシを抜きます。音を抜いて練習すると、力が入りやすいところで力が抜けたりするんですよ。こんな感じです。パターン2、リズムを変えて練習します。これは皆さんもよくやってる練習かもしれません。譜点のリズムで練習します。初めはゆっくりから速度をどんどん上げて練習すると効果的ですよ。パターン3、音を増やして練習。これはどういうことかと言いますと、楽譜ではですが、こんな感じや、このように練習します。このアイデア練習をした後に普通バージョンに戻すと、なぜか力が抜けて上手に弾けますよ。ぜひ真似してみてくださいね。さて、アイデア練習でミレドシが上手に弾けてきたら、次のステップは長いフレーズを感じながら練習していきましょう。この曲は3拍子ですので、ミレドシ3回でワンフレーズ。これでワンフレーズというように感じます。このワンフレーズ単位で数を増やしていきます。まずは1回、続いて2回、続いて3回、こんな感じです。そしてこれを11回します。そうすれば95小節目転調前のところまでクリアです。なかなか難しいとは思いますが、とにかく姿勢、手のフォーム、これらの土台をしっかり作った上で、手首の力を抜く、
ということを意識して毎日コツコツ練習しましょう。続いてショパンのバラード1番119小節目から出てきます。右手の連打、ここも難しいですよね。この部分です。でも先ほど説明してきたことと同様の練習をしてみましょう。このバラ1の右手は英雄の左手のようにずっと続かないからまだ楽だと思いますよ。では私と一緒に練習します。指番号はご自分で研究してみてくださいね。ではまずは2つの音から、3つ、すべて手首の力は抜けていますか？続いて4つ、続いて5つ、手首の力を抜いて指先で少しずつ掴んでいくように練習しましょう。続いて6つ、続いて7つ、ピアノを弾くというより当てていくという感覚の方が弾きやすいですよ。続いて8つ、では最後に9つ、この練習も最初はゆっくりの練習からできるようになったら、どんどん速度を上げていくと上達につながります。こんな感じです。では続いてきました、アイデア練習です。まずはパターン1、リズム練習からしてみましょう。続いてスタッカート練習、これも効果的ですよ。これを何度も繰り返してくださいね。手首の力はずっと抜けたままの状態がベストです。パターン2、分割練習、これはこの9つの音の並びを分割して練習する方法です。やってみるので見ておいてくださいね。まずは今のように3つずつ練習します。では一緒にやってみましょう。続いては2つ、4つ、3つに分けて練習しましょう。続いては4つと5つ。続いて6つと3つ。続いて7つと2つ。続いて8つと1つ。そして9つ。今は1回ずつしか弾きませんでしたが、これを毎日何度もやってみてくださいね。パターン3、音増やし練習、これは英雄でもやりましたが、このバラ1でもやってみたいと思います。例えばこんな感じ。続いてもう一つ音を増やしたいと思います。結構難しいですよ。続いて4つ。これは手首の力が抜けていないと弾けません。
この難しいアイデア練習をたくさんすることで楽譜通り弾いてみるととっても弾きやすくなりますよ。脱力が上手にできて音楽が流れ出します。ぜひやってみてください。これからもカナカナ独自のさまざまなアイデア練習を公開したいと思いますので、お楽しみに。できるようになったという方、ぜひ教えてくださいね。コメントお待ちしております。それでは今日のレッスンはここまで。頑張れ。ご質問がある方はホームページにてメッセージお待ちしております。この動画をナイスと思った方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。かなかなでした。